英国欧州航空七百六便墜落事故とは、英国欧州航空が運航する、イギリス製ターボプロップ旅客機のビッカースバンガードが構造欠陥により空中分解した航空事故である。九百七十一年十月二日、七百六便はバンガード九百五十一で運航されており、ロンドンのヒースロー空港を離陸し、オーストリアのザルツブルクに向けてベルギー上空、 巡航高度19000フィートを順調に飛行していた。しかし現地時間午前11時10分頃ブリュッセル航空完成 A706 便から操縦不能に陥ったと緊急遭難通信が入り、真っ逆さまに墜落しつつあると報告した。706便はそのまま垂直に急降下し、R セル近くに激突大破炎上した。搭乗していた63人全員が、 犠牲になったほか、近くの道路を走っていた乗用車の運転手一人も、飛来してきた破片で負傷した。706便の墜落現場よりも手前で、胴体後部にある水平安定板と昇降打の残骸が発見され、空中分解が事故の引き金であったことが判明した。圧力隔壁と胴体を接合していた。 金属板が48センチも腐食しており、圧力隔壁にも穴が開いていたことから、この部分が客室の余圧に耐えきれなくなり、706便運行中に客室内の空気が一度に流出、風圧によって水平安定板と外壁が吹き飛ばされ、水平尾翼も崩壊したことから、回復不能に陥ったと推測された。金属板の腐食の原因は、 トイレのお水漏れと推測されたが、確定はされなかった。また、圧力隔壁が崩壊した場合、機体後部は内部からの弱圧空気に耐えられないという欠陥があったことも判明した。なお事故機のような腐食を当時の検査方法では見つけられなかったことが判明し、当時運航会社が保有するバンガードの内8機からも事故機とよく似た腐食が発見された。そのため、 圧力核壁の回収と検査方法の見直しが行われた。ブリティッシュヨーロピアン航空とも日本では呼ばれていた。ありがとうございます。